キルのクールタイムを40秒にしました。うるさいって言ってくる。早っ。キルのクールタイムを40秒にしました。なんか俺涙が。さっき何秒だった？クルちゃん、クルちゃんが。さっき45だった。涙が止まらんけど、ちょっとね、長くてきつかった。なんすか？君はもうちょっと有利でいいと思う。確かに。君もそこそこ歌い手歴は長いみたいだけど、この中ではまだまだ心臓者だ。調子乗るな！めっちゃ、いびられてないよね、初めて。なんでなんでなんで？調子乗るな！めっちゃ怖い！しばかれてる、なんか。今までそんなことなかったのに、ちょっと端で縛られてる。今、なんか、すごい低い声で押さえてるやついいな。めちゃめちゃ怖い。次やろう、次行こう。ルタイいや、クロちゃんがなんか落ちちゃってる。クロちゃん落ちちゃってる。ルタイ了解。ちょっと待とうか。クロちゃん、ちょっと待とう。なんかね、色バグってるみたい。クロちゃん、色バグってる。色バグなんか、俺が紫色に見えるらしい。え？体調悪いの？そう、普通だけどな。人によってね、なんかそういうバグあるからね、たまにね。なるほど。俺今これ普通に島さんの紫に見えてるけど、浦さんじゃん。俺もあのリモーネ先生はなんでティッチャーなんですか？そう、ティーチャーだから省略してみたいな。ああ、ティーチャーなんですね。始まらない。リモーネ先生、それちょっとさすがになんかあれですか、なんか可愛いみたいな。まあまあそうだね。まあまあそう、まあまあそうだね。まあそうだね。なんか先生、先生、女子高生みたいですね。なんかいいですね。女子高生みたいですね。あれが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 ズラッとここでも喋れるしな。あ、なるほどね。あ、ズラルさんもブルーね。ブルーね。今誰か一緒に行きますか。ブルーだな。メタ分かったな。誰か一緒にいようよ。マス君クルーじゃないでしょどうせ。クルーだよ。クルーじゃないでしょどうせ。疑うな。あ、あ、待って待って。今これね。ナビゲーションルーム来た、ナビゲーションルーム。怖い。ナビゲーションルーム。セナ君白？ナビゲーションルーム行く。白？俺がね白じゃなかった。あれが白なんだっつう話な声が。なんでいなくなるん？ダウンロードしてる。ダウンロードしてる。ああああ！ゲンシロ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 。ダウンロードしてる君。え、俺上行くね。じゃあ。俺上行くね。え、一緒に行きましょう。あ、これちゃうわ。じゃあこれちゃうわ。先生。先生はじめまして。あ、はじめまして、もう5回ぐらいしてますけど、今日。見てみて、見てみて。ここにいるやつ、今ちょっと一回覚えとこう、覚えとこう、覚えとこう。あの、どこモニター見てみて、モニター。どこ？お前ら固まれ、動くな、これ。タンクロー、お前。タンクロー、お前。え、だってこれどこにあるの？なに？センダか？これはセンダか？天高三黒タワー。これ右側。あ、え、行こう。あ、停電した？天気直さなきゃ。してる。え、これやばい。犯人だろ。マジガチやばいこれ。天高と一緒にいなかった。これ天高、天高三黒、三黒も更新コードしてた。怖えな。やべや。わあ！待て、誰か取るや。誰かが。うわ、やばー！姉ちゃんも。姉ちゃんも。やばい。死んでた。早いな。ちょっと待って、どこですか？どこですか？俺は、あの防犯カメラでティーチャーが死んでるって言ってたじゃん。あの右上の酸素の横だね。横の通路。右上の酸素。酸素の横の通路。そうそう、あのね、ナビゲーションのところで死んでたティーチャー。ああ。うん。電気直し行ってました。こうか。俺電気直したよ。ありがとう。これをちょっと一人になってたやつ特定しない？俺一人だった。あそこにいたのって誰だっけ？僕ら。ソラルさんいた。俺一人やった。めいちゃん。どこ。めいちゃんさ、ギリギリまで近くいたよね。いたね。めいちゃんの死体ね、あそこにあったよ。どこの場所だ。みんながカメラで群がってたところ。だから、あのカメラ見てたところに、で、かつ、最後の方に出てきた人が危ういです。あ、俺違うわ。俺ちゃうわ、それ。うん、線路は直したから違う。え、これさ、やめてよ、ソラルさん、カメラ見てって言って、カメラのモニター映ってる時に殺したとかやめてね、ほんと。いやいや、俺もう、怖すぎるな、それは。俺もうね、その段階でカフェテリアのね、コールをしに行ったから、でもマフマフもいたわ、その段階で。マフマフも確かに先に移動してたっぽい。ごめんなさい、もう一回、ティーチャーさんは右上？右上。あの状態で倒せたら、先生はね、ナビゲーションで死んでた。
えめいちゃんさんは どこっすか。マーシーも一人やったって言ってるよ。俺一人やった。シマくんとクロちゃんかな。クロちゃんも一人だったね。なるほど。あのね見た時はね、モニター見た時はね、チャンクロ一人でいたね。うん、うん、でも私あの千羅氏の後追いかけてるから殺すことは無理。今の兄ちゃんの人まあ確かにあのね、別のカメラのところに映ってたからチャンクロ近くではなかったかも。ちょっと怖いんで誰か一緒にいましょう。じゃあ次俺クロちゃんと一緒にひっついとく。クロ君同士。チャブラタン一緒によ。いいよ。いいよ。じゃあ死んだらもう決定だね、うん、じゃあ片方が。いやでもなんか嘘いんね、俺やだな。なんで無理無理無理。なんでそんなこと言うの。坂田坂田さっき一緒にいたからよ。いや俺ちゃんクロ島二人くっついてていいのかな。あ、分かった。俺ちゃんクロ島と一緒にいるからさ、俺がさ消えたらさこの二人釣ってください。まあどれ。じゃあ俺とラスカと一緒にいていい？あ、よろしくお願いします。オッケー。よしよしよし。でメイちゃんさんどこで死んだ？これ結構手だれだな。デスコンいる？あ、いるよ。よし、じゃあ、いるよ。よし、いるよって声こそ。シャンクロ、お前なんじゃねえのか。わしじゃなかろうが。画面設定してた、黒猫。うん、そうよ。デスコン、下行くねえ。俺も下行くわ。ちょっと待ってな。よいしょ。行きますよ。はい。行くよ。タスクやろう。まずやな。タスク中もクリアせなあかんねん。オッケーオッケー。してるか？違うもんだって、俺。聞いてる話。あ、聞こえてるよ。あれ聞こえてない？俺の声。あ、聞こえた聞こえた聞こえた。まずタスク注文をクリアすんね。またルースキンハードやってる。で、ここにタスクないんちゃうか？え？なんかさ、リバーブみたいになってない？声誰か。あ、やりたい。これ管理室。みんな来た。やばいことになってる。やばいことになってる。これ。おー、一発で成功した。おー、ナイス。ねえ。ちょっと待って、みんな聞いて。俺さ、クルーなんだけどさ、ダクト光ってるわ。あ、そうですね、そう、掃除、それ、タスク、掃除。タスク、入ってみて、入ってみて、入ってみて、入って。え、なにこれ、掃除があるんだ、知らなかった。そう。ルスクも、ルスクも掃除した方がいいんだ、こっちのとこ行って、スペース押してみる、ルスクも。1、2、3、4、5、6。ルスクも、あれも、ルスクもさ、ルスクも下のダクト行ってさ、押してみ。あの、タスクあるかも。やったけど、電気室行きたい。全員かぶると、全員かぶると。電気室行くか。全員かぶるか、電気室。なんでだよ。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、坂田は？坂田は？はぐれた。ごめん。坂田がいない。やっぱ坂田いないな。まずい。坂田怪しい、もしかして。みんな怪しい。いや、どういうことだ。ここにいた。ごめん。やばい、あれ、島さんいない。あれ、島さんいないぞ。お前、え、ちょっと待って、マーシー。どこや？シマこれ。マーシー、おびっくりした。やったか。今やりに行こうとしたな。やりに行こうとしたか。いや、はぐれてないな、マジ。お、ハマが。いや、怪しいな、今の。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ルスクは何もない。ん？何や？怪しいな。ルスク怪しいな。怪しいな。ルスク怪しいわ。ルスも怪しい。ルス怪しいわ。かぶらないのに、かぶらないのに。みんな直さないで。かぶると死ぬ。殺されるよ、これ。全員殺されるよ、それ。やめてね。絶対いいんだから、この中に。よし、ちょっとシールドの1個やってきていい？一部で。で、できず。みんな来るだけ。もう終わっとるの。はい、終わった。ナビゲーション行くよ。ナビゲーション行こう。あ、オッケー。待って、一緒に行こう。ちょっと、でもみんなで行った方がいい。みんなで行こう。上したかった。これしたかった。時計時間の待てんの。早口だな。どこ。あ、やばい。俺上行くよ。上行くよ。わかった。行こう。裏坂上。どこ。君誰と一緒にいる予定だったの？千楽くん。あ、千楽くんどこ？千、あれ、もう行こう。よし。この3人も白角だろ。この3人は。裏坂どっちかさ、ここスイッチ押してくれ。スイッチ押してくれ。ごめん、何のスイッチ。あの、緊急会議スイッチ。多分誰かいるよ。そう。おかしい。ソラルさんたちいないもんだって。押します。押そう。やばい。ちょっとルース。おぉ！何もない。ナイス。このボタン白いよ、坂田。ナイススイッチ。あ、怖え、マジで。なんだ。何かわからなすぎる。まあ落ち着いて。ナイススイッチ。ね、これってさ、ダブルキルってそういうの前みたいにあります？怖えんだけど。ちょっとダブルキルある。あるある。いや、マジ無理、やべえ。あのさ、ダブルキルって何？裏さんマフ、俺から見てもうほぼ白角なのよ、多分動き的にも。3人ね。うん、この3人は。
うん、うん、黒島も今のところは怪しい動きはなかったです。なかったんだ。なてい、でもまだわかんないです。いや、そうやってやっぱ安心させてガブッと行くのがね、やっぱり戦は黒島なかったんだ。いや、まあ今のところ、いやもう俺もうちょっとでタスク終わるから、じゃあちょっと、いや、せんな君、あの、一緒に行ってほしいんやけど。うん、それで行こう。いや、ルス君さっき一緒にいようって言ったのに、お前全然来へんかったもん。いやいやいや、だって、だって見つからんねんもん、せんな君。え、見つ、全然めちゃめちゃ視界におって黄色い、見つかりやすいで。じゃあ一緒に行って。まあ。オッケー、任せろ。ルス君が怪しいのはもう参考にならんから。だから俺が死んだら、俺が死んだらちょうど一正面やん、これ。あ、確かに確かに。そうね。そうだね、そうだね。え、逆に俺死んだらせんな君来ろ。よし。そうやな、それで行こう。それで行こう、それで行こう。オッケーです。オッケーです。じゃあスキップで。そういうこと。まあまたちょっと俺は黒島と一緒に動くわ。線路に入れる。はい。黒島ソラルさんね。はい。黒島ソラル線でいます。はい。え、じゃあ裏マフ坂田。坂。うん。そう。了解です。この3人はもう信用しよう。坂田浦さん信用できるわ。ね。まあ携帯の充電切れた。え？じゃあ、背中に行こう。行こう行こう行こう。ちょっと下、ちょっと下。じゃあ、留守線かましていこう。で、ここ、ここ、ここ。ちょっと、ちょっとアプローチさせて、これ。助かるから。じゃあ、俺カードしていい？食べんげた、もし食べれんげた、俺、今のうちだったら食べられるんちゃうか？え、カードのちょっとやり方教えて。ちょっと待って。ちょっと待ってな。なんでこれ、なんでできんかった今。ポン。ポン。オッケー。あれ？ルス君、カードはゆっくり。ゆっくり。ゆっくりやると、なんか早いのはやってくれへんから、カード出してゆっくりスキャンするといけるみたいな。あ、ダメよ。正面、いけた？ちょっと待って。ルス君、白っぽいな。そんなカードのやり方とか聞かんもんな、正直。いや、これできんのやってな、ずっと。なんで？なんでやろ、これ回すの感動の問題？どうだろうか、それはどうだろうか。いや、ルス君はもう最近はちゃんと電気か、電気歌歌ってるか。あ、歌ってるよ。よっしゃ、ほな俺らでまずインポスター吊るし上げに行くで。次いつ審査かあげんの、千田君。ここだけの内緒で言ってや。ここだけの内緒の話、うん、言ってや。それはね、今月は残念、言えなくないやん、言えなくない。絶対今月上がるやん。いやいや、まあ、それ言えるくらいいけんな。酸素、これ、あかん、酸素いかなか、酸素いかなか、上。どこ酸素？酸素でさっき死んでん。まだ人数いるもん。上やってさっき死んだから、これマジで危ない。まだ、マジで。マジで危ない。あ、これかぶる、気をつけて。かぶったら気をつけて。マジかぶったら気をつけて。こっちOK。こっち OK。見てるよ。見てるかな。下。キルクだ、キルクだ、キルク。下はない、下はない、下はない。ちょっと待って、解除した。解除した、ナイス。サラル、サラル、お前、行くな。いやいや、大丈夫。言ってから行きなさいって、何回も言ってるでしょって。あ、大丈夫、上も。人も生きてたわ。ほら、僕ら二人いますよ、ちゃんと。ほら、オールな。俺、あとタスク1個。オッケー。わし、あとタスク2個。タスク2個。あ、待って、通信室のやりたい。通信室、どうぞ。見とこう、タスク。これ危ないな。行くよ。行くよ、増えるよ。増えてんの怖いな。ほら。増えてないって。なんで増えてねえんだよ。増えてないって。増えてないのなんてよ。メルトダウン直しに行かなあかんで。メルトダウン。上行きまーす。行きまーす。メルトダウン直しに行きますよ。行きますよ。これじゃないの。あの。ごめん、電気室行きたいかも。電気室？電気室いいよ。電気室ですか？あと1個や。あと1個や、タスク、ルス君。おっ、俺、あと3つや。電気室行きたい。電気室行きたい。俺、医療室行きたい。俺、医療室行きたい。俺は医療室はいかん。はい、じゃあ、ついていきます。はい、すいません。ついてくんな。なんで来んだよ。え、だって、その方が安心やろ。一人でおれや。お前ら、なんやねん。じゃあ、ルス君とこっち行こうや。こいつら、なんかこんなこと言っちゃおもんないわ。早いとこず、こっち行こう。こいつら、おもんないわ。ほんまひどい。酸素行かなか、酸素行かなか。酸素行こう。酸素いかん、酸素いかん。酸素いかん。これで酸素一番危ない。さっきこれでやられたからな。これ危ない。急げ。いや、やばい。遠すぎやろ。ちょっと、足速くない？背中。足速い。そんなないね、インポスターや。そんなインポスターちゃうから。3、オッケー、直した。俺、大活躍やで、今の。上、もういい。それ、息子さんもいいや。もういい。いいよ、行こう。イムス行こう。ルス君、イムス。
こっち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 。これ大丈夫かな、誰か死んでないかな。息子は新作いつあげんの。そんな、こん、あ、言えないって。うめぇ。ごめんな。いやーなんか連携がすごい。おいルース、なんか一人やはり、お前、お前さ、怖えんだけど。じゃあ、センナ殺したか。殺したか、殺したか。殺した方がいいじゃない。センナ君、センナ君。会議ボタン押した方がいいよ、これ。会議ボタン押そうぜ、会議ボタン。持ってない、持ってない、持ってない。ちょっと、あ、俺持ってる、持ってる、持ってる。ナイス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 、おい、あー、死んでる、ルース。ルース、ルースだ。ルースやん。もう何も言わずに俺は投票する。これは何も聞かない。ルースさん、これはルースやな。しゃあないな、ルースさん。これはおい、ルース、お前。いやいや、待って待って待って、あの戦略の話も聞こう、ちゃんと。戦略死んでんだよ、戦略死んでんだよ。死にに口なしやで。怖わ、お前。一応ルースの話も聞くわ。うん、聞こう聞こう。俺は聞かない。もう俺はずっと戦略くんとおったよ。死んでるやん。だから死んでるんだよ。で、で千楽くんとはぐれたんですよ。おったよな。うん。それお前がや殺しちゃったから。いやいやいや、はぐれて、で、あの浦坂マフと合流したんですよね。でもここで正直に言ったらちょっと好感度上がるよ。え、どう、美味しかったルス。いいねよ。この世とあの世ではぐれたんだよって。え、どんな。一好感度上がるよ。どんなでしたルス。いやいやいや、けど、ちょっと線路に謝っとこうよ。いやいやいや、柔らかかった、柔らかかった。いやいやいや、まあ、ねえ、そんなさ、だって、あの、あれだよ。そらさん、今何て言いました？ん？柔らかかったって。ちなみにさ、ちなみにさ、うん、これさ、まだ二人いるんだよね、多分、鬼。二人いる。本当にいると思う。え、でもさ、もうこれさ、タスクで勝てるよ。勝てる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 。タスクで終わりますね、これは。うん、あのね、ソラクロス、そう、みんなね、タスク終わったからね。終わってる、終わっちゃうぜ。誰が終わってない？終わってない人。俺終わった。俺あと真ん中の保管庫だけか。マジ2個終わったけど。じゃあ多分浦田くんだけであと終わりだよ、これ。浦田くんにみんなついてこうぜ。よっしゃ。あ、でもみんなで移動しない方がいいんじゃない？うん、だと思う。じゃあ俺ソラルさんと移動する。黙りすぎるとインポスター。いやだ、来んな、お前ざけんな。いや、おめもう終わりだよ。お前終わりだよ、お前、お前もそう。お前一緒に一緒に天国行くことになるだろ。だったらさ、さっきの三三でも固まっとったらええやろ。三三はですね。分かった。もう一人の鬼は誰なんだろうな。ちょっと見様子見すぎてるね、ちょっとこれは。白だしね、ちょっとヘタレだね、ヘタレ。ヘタレだね。難しいっちゃ難しい。情けないね。うん、無理無理無理。俺で下がったとこだったらおもろいけどな。おやちみ。いや、俺だったらやばくない？動きなさすぎでしょ。誰だろうな。なるほどなるほど。いいぞいいぞいいぞ。こんな。いやでも俺あれよね、幽霊もなんか白濃い感じ出してて、こいつか。あ、幽霊終わってればあといいかね。ルスくん、おい、バレちゃったね。すいません、ルスくん、悪いことしたらバレちゃうんだよ。ダメだよ、開幕でキルしてね。こんにちは、はじめましてってね。先生、ほとんどそんなゲームしてないかね。これマジで怖いと思うよ。ユラタカート1個で。すいません、はじめましてなのに。いやいやいや、そういうゲーム。誰が終わってないの？幽霊か？けど、あそこしかなかったんですよ、先生。幽霊も終わってない。いや、そうですね。幽霊の人やってないってこと？だいぶ時間も経ってたし。それはやばくないか？やばくないか？じゃあちょっと一緒に見ましょう、この瞬間だけは。瞬間に。了解です。誰だろうな、これ。誰かやってない。あともう一人ぐらいだと思うんだけど。そうっすね。え、どっち？あ、助かった。助かった。ナイス！誰だったんだ？あーって言ったな。あれ、誰だったん？これ。もう一人は。僕でした。誰だったんだ？あ、浦さんか！いや、無理だって。いや、あれは確かにきついわ。浦さんやんな。確かにきついわ。やっぱり誰だったの？すまんかった、浦さん。ダブルキルってあるんすかって改めて確認した。え、ダブルキルって何結局？そういうことね。あ、浦田くんだった。一緒に倒せるってこと？で、最後、ソラルさんに全員で合わせようかって言われた時に終わったな。ちなみに浦さん、一人も殺してない感じ？いや、メイちゃんさん殺しました。あ、
めいちゃなきゃったんや。そうです。そしたら、本当に、あのずっとあの音聞こえてくんのよ。あ、そう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 、なんかずっとさ、死人の声聞こえて怖かった。もう一生、助けてってずっと言ってたからね。え、なんか、噛んだやつの声聞こえるんだ。聞こえる聞こえる。全然集中できねえっていう。